ゲストの皆様こんばんは、小田健です。皆様、こちらのゴーンゴルフィング、ゴルフボールのホラーゲーム覚えてますでしょうか？はい、クリスマスとかね、その前にやったと思うんですけど、このゲームにですね、なんと最近ね、大型アップデートが入りました。はい、今回ですね、最新のそのアップデート企画やっていこうかなと思います。今回やるステージはゴーンフィッシングゴルフどこ行ったっつって、はい、ゴルフ全然関係なくなっちゃった。これ釣り始めるんですかね。はい、今回皆さんとこちらで遊んでいこうかなと思います。行きましょう、ゴーンフィッシング。あ、始まった。さて、やっていこうかなと思うんですけど、これ何、餌というか、僕人生生まれてこの方釣りを一度もしたことないんで、わかんないんですよね。このなんていうの、魚型の餌というかルアーっていうんですかね。はい、ちょっとわからないですが、竿ぐらいしかわからないですね今回ですね、釣りのホラーゲームということでやっていこうかなと思うんですけど、あの船に乗り込めばいいのかな。前はゴルフのホラーゲーム見てない方は見てみてください。はい、多分サムネ貼ってあると思うんですけど、概要欄にもね URL 貼っときます。そう、ゴルフの球のね、化け物が出てくるんですけど、そのね、球から逃げながらこうゴルフをしていくみたいななかなかぶっ飛んだゲームになっております。はい、今回もそうなんですかね。これちょっとやってみるか、釣り。うわー、すげえ伸びるな、これ。じゃ、落ちちゃった。食らっちゃったよ、そして。ああ、死ぬ。釣りしながら死ぬ。めっちゃ伸びるじゃん。これ何？電線みたいになっちゃった。はい、なんか、ブルブルブルみたいな手応えがないですね。そういう感じなのか。あ！回せる。あ、来た。なんか釣れた？よいしょ。なんもない。そうだよね。何か見えるところにこの餌を放つのかな。はい、でもこれさ、小魚のあれですよね、こう騙すための道具だよね。このなんていうの名称が分かんないからさ、この震えてるやつ。そう、そこの針のとこに確か虫とかつけるんだよね、釣りって。ん、曲じゃ流しとくか。これ自分で操作するの？明かりは？ああ、ついた。ちょっと薄暗いなと思ってたからよかった。はい。ライティングされましたね。でも雰囲気いいわ。これね、結構、なんて言うんだろう、レトロな感じで僕好きなんですよね、このゲーム。さあ、釣り竿を持ったまま船を運転するのか。あ、あっちなんか光ってるね。V かな。これどうすんの？なんか他に情報はない。ちょっと待ってね。一応確認するか。後ろの方もね。なんかいる。うわ、これ待って、覚えてるわ。怖いお魚もいるんだよね。これ普通の魚バージョンか。ここに入れてくってこと？はい。こっちの網は、特に何かするわけでもない。これも、違う。久々だな、そのジャンプ。気の抜けたジャンプやめろ。この声面白いよね。はい。あっち側に向かえばいいのかな？ちょっとよくわかんないですが、船でね、暴走してみましょう。はい、GTA5 かっつって動いてますね。沖に出ればいいのかな。あっち側の明かりを目指してとりあえず行こっか。怪しいもんね。他に行けそうな場所は特にない。うわ、真夜中のさ、こういう海って怖そうだね。あ、カンカン鳴ってるよ、これ。はい、あ、パチャーンって聞こえたよね。カカカーンは分かったんだけど、この辺でちょっと夜釣りをしてみますか。釣りしてたら徐々に怖くなってくるみたいな怪奇現象あるとか、そういう感じ。ああ、降りれるね。はい、これ落ちちゃうと多分泳げないと思うんで、危ね。やってみましょうか。はい、タイミング良かったね、今自分の投げたこの釣り道具に対してカーンってなったみたいな素敵な効果音が流れましたね。はい、これなんかいいのかな。うわ、なんかちょっと怖くなってきた。下になんかいる。うわ、なんかこれさ、ちょっと懐かしい話していいですか。うわ、結構上下すんな、皆さん。酔いやすい方はスマホとかをね、7000m 先に置くと酔わないと思うんで、はい、そうしてみてください。そう、懐かしい話しますね。
ムーミンあるじゃないですか、ムーミン谷のムーミン、あれのねお話で、こう船、家族で船乗るんですよ。幽霊船とかだったっけな。そん時の回がね結構怖くて、それを思い出しました。はい、こういう船に乗るんですよ。でゴーストシップが来るみたいな。はい、全然釣れねえな。何の手応えもなく懐かしい話したんだけど、これどこどこ行ったら釣れみたいな感じで指示出んのかな。ちょっといろいろ試しながら行きましょうか。なんか他に目印みたいなのないのかね。ちょっとめっちゃ遠くまで行ってみましょう。このねゴーっていう音がかすかに聞こえるんだけど、これはなんか関係してんのかな。あれ、なんか見えてない。あれ、また光があるね。あー、先ほどのカーンって鳴るやつの2個目か。これ辿っていけばいいの。でもわかんないね、暗すぎて。1個目のところであれ見えなかったもん。あれ本当に V か。家？あれ、ちょっと待って、なんか扉じゃね。船だ。ちょっと待って、すげえ鳥肌当たった。本当にゴーストシップじゃん。なんでこれ毎回僕フラグ回収するようなこと言ってんだろう。じゃもういいよ。うわ、これそっち行けってことかな。もうちょっと寄せる。いや、ちょっと念には念を。もうちょっと寄せましょう。じゃあ、はまった。主人公死ぬのかと思った今。もうちょっと寄せてと。はい、こんくらいでいいかな。寄せたというかもう事故だねこれ。はい、あ、いけそうですね。よいしょ、オッケー。は、これは何、入れる。あ、入れそうだね。なんか情報あるかな。あ、あったあったあった。はい、え、ちょっと待って、よくわかんねえわ。ちょっと待たずともわかんないっていう。これあれですかね、二度目のプレイだから作者さんが挨拶してくれたみたいな、そういう感じではないかな。違いそうですね。はい、多分ここの船に乗った二人目みたいな感じで書いてあるんで、元は誰かいたってことか。じゃあ誰が書いたの。これは仕組まれている、闇の組織によって陰謀化されたこの船。私はこれから生きて帰れるのか、釣りをしてごまかそう。特に何も思いつかなかった。何これ。あっちか、あそこから来たんだっけ。あれ、 V どっちにあったっけ。あっちだよね。もうほぼ泳いでるよねこれ。ちょっと今紙読んだんで、また進んでみましょう。戻れるかなこの段差。はいはい、来た。よし、 OK。 もうこれもう沈没仕掛けてんじゃん。ギコギコ聞こえるよ。あれ、さっきの V 見失ったか。あれ、向こう側から来たよね。いやでもちょっと見える V から行きましょう。よくわかりまへんがなですが、なんかこのなんて言うんだろう、独特な静けさいいよね。はい、また新たな場所に来ましたよ。うわ、待って、人がいるわ。人燃えてんじゃん。そしてあっち側に影があるね。あの影は何。いや、なんかこの海の上ってのが怖いな。なんて言うんだろう、その霊的な怖さじゃなくて未知なる怖さというか、怖いんですよね、なんかこういう海って。あー、大丈夫、蝋人形みたいになってんじゃん。彫刻。はい、また手紙がありますね。よくわかんねえわ。これあれかな、先ほど沈没船あったじゃないですか、反沈没船。あれを飲み込んだってことかな。なんかこうそのボートを包み込んだみたいな感じで書いてあるんで、その人がここに無事にたどり着いたんだけど、力果てたみたいな感じですかね。はい、で、これなんだ最後の V？ 何、 V に近づかないでくださいって。さっきのあのカーンってなってたやつ、近づいて釣りしちゃったよ。じゃあもう一回釣りしましょうか。
あーこれ右なお長押しで吹っ飛ばせるんだ。はい、あちらの影も気になりますが、どうだどうだ。あこれかかってんのかな。全然釣れないじゃん。あめっちゃ遠くに投げた。すごい遠くじゃないと釣れないみたいな。引いてません？波で揺れてるだけかな。なんだこれ。ちょっと待って。うわびっくりした。釣りして落ちたと思ったら死んじゃった。とんでもない魚が襲ってきた。何あれ。ちょっと聞いてないですよそんなの。夜釣り楽しんでたらさ、なんか落ちちゃったんだよ。これ全然釣れねえなと思ってさ、結構やってたんだけど、バシャンとしたらなんか襲われちゃった。何あれ。とんでもない魚が泳いできたな。骸骨顔の人骨フィッシュ。ね、人骨フィッシュって。はい。違う。ちょっと待てよ、これ。あ、やっぱりそうだ。はい、わかりました。これ読んでなかったんだ。マジか。はい、最初の位置にこの紙があったことに気づかず僕は船出しましたね。どうやらですね、V の近くで釣りをしろみたいな感じで書いてありました。で、5匹ぐらい魚を釣れみたいな感じで書いてあったんで、あの V にもう一回目指しましょう。なるほど、V の前じゃないと魚は取れないと。釣れませんね、そりゃ。さっき思いっきり人が死んでるところで釣りしてたからね。よし、釣るか、つって。あそこで熱中してたから、俺。全然釣れねえでやんの。なるほど、あそこの場でも釣れない、この船でも釣れない、あの光る部位の近くでじゃないと、魚釣りはできないと。なるほど。では私もう一度チャレンジいたします。失礼いたしました。すみませんね。さあやっていきましょう。でこっからこの部位に向かって、てかやったよねこれ。でもここぶん投げてはないんだよな。そう、魚の声を聞いてくださいってあったんで、耳を澄ましましょうか。さっきの白骨化したクソ魚来るかな。ん、声ってなんだ、全然聞こえないんだけど。はい、私おんじゃバカ、あのクソ魚来るよ、ほら。左右にヘドバン。さて来週のサザエさんは、カツオ兄ちゃん僕の鼻に生魚を入れる。はい、釣ります。魚の声を聞くってどういうこと。これでいいのかしら。聞こえねえな。そういうことかよ。俺はさ、てっきり波が船に当たってる音かなと思ったんだけど、お前の音かよ。近づきすぎてはいけないってあったんで、これでこの子に放つってこと。来た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 。なるほど、あ、取れてねえじゃん。あー、食ってからしばらくしてじゃないとダメなのかな。あー、なるほど、わかった、よかった。俺もう終わったかと思ったんだけど、このゲーム釣りできねえじゃんと思って、しばらくこの辺徘徊してたんですけど、またバシャーンっていう音を頼りにすんのか。音ってなんやねんと思ってさ、船に当たる波の音かよ。それが魚がバシャバシャやってる音だったんだね。そりゃわかんなかった。波が荒くなってきたのかなと思ってたんですけど、完全に跳ねてましたね。はい、あいだ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 、ここね。オッケー、次は決めよう。そっちか。よし、オッケー。はい、どうだい。来た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 。どうだ、どのタイミングでこれ引けばいいんだろう。あー、まだ早かったか。お、またいたかな。どの辺、もう近いよね。よし、この辺で降りるか。次はちょっと長めに
このねルアーですかね、このお魚ちゃんをぶん投げてみましょう。あ、遠いな、いけるか。ちょっと投げてみようか。あ、大丈夫だね。この時に引くみたいな感じかな。ビヨーンってなってる時は引いちゃダメ、回しちゃダメってことか。はい、ちょっとこれでやってみましょう。引いてる引いてる、あ、釣れた釣れた釣れた、え、すげえ面白い、こういう感じか。ちょっと危うく遭難ゲーかなと思ったんですけど、ちゃんと釣りゲーできてますね。骸骨顔かな。ようやく取れたよ、クソ魚。はい、これどうすんの、これをここに入れるみたいな。あ、そうだ、あ、1になった、やったー、ようやくだ。俺この V の周りで遭難してたんですよ。結構どういうことだみたいな感じで格闘してたんですけど、いやー、ちょっと波の音、波がこう当たる音っていう勘違いしなければね、それさえなければ釣りライフを完全に楽しめてたよね。クソ、謳歌できなかったわ。はい、でちょっとライトをこの子の目の前に当てたんで、もう一回やっていきましょうか。あれ、どこにいんだ、どちら様にいらっしゃるの。いた、よし、 OK。 さあ、食いつけ食いつけ。ちょっと遠すぎたかな、もうちょっと手前に。あ、あれ、今食ったのか。あー、戻してる最中でも食いつくってことあるんだね。なるほど、じゃあちょっと曲流しながら行こうか。了解、理解しました。あと4匹だよね、最低でも5匹。またザパーンって聞こえると思うんで、どの辺かな。いた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 。ちょっと V から離れても大丈夫なのかな。よし、行きましょう。この辺だよね。オッケー。はい。さあ来い。この時は引かない。さあこれで引き上げる。ぽいね。離して、よし、 OK。 本物の釣りもこんな感じなんですか。よし、釣れた。ちょっと様子がおかしいぞ。なんだこの魚、怪我してんのかな。穴開いてんじゃん。え、ちょっとさばいても美味しくなさそうだね、サバだけに。これは連続で2匹とか無理なのかな。ザパンザパン言ってないね。はい、じゃあちょっと2匹目手に入れたんで、3匹目目指していきましょうか。次はどこにいるんだろうね。この V からちょっと離れてみるか。さっきの漂流してた人のとこに行きましょうか。多分そうしたらまた、あ、 V の近くじゃないとダメってわけでもなさそうだね。ただの目印に過ぎないのか。よし、さあ来なさい。この距離ならすぐ釣れそうですね。よいしょ。でも遠くに行っちゃうのか。なるほどね。危ない危ない。頑張るね。楽しいこれ。熱盛みたいな感じになってんじゃん。さあ釣れました。なんかほんと様子がおかしい。あ、今度は血管が浮き出てる。何これ。ちょっとずつ魚が変化しちゃってるね。さあ、あと2匹。あー。じゃあちょっと別の部位を目指しながら行きましょう。あそこから来たんだよね。じゃあまっすぐ。あっちだな。よし、OK。ちょっと海に落ちないように気をつけていこうか。もう一回消そう。よし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 。いいぞ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 。順調や。多分あれっぽいね。明かりがゆらゆらなっておりますぜ。とりあえずまた、泣き殻と、向こう側のはなんだ？あっちにも光あったよね。あれも後で行ってみるか。あ、あれが沈没船か。半沈没船ですね。じゃあこっち側の先ほど気になった影のとこに行きましょう。この道中でも魚がいるかもしれないし。これはただの岩？それとも先ほどの船の残骸ですかね。あれ？これは別の船？なんだ？ちょっと揺れるんで皆さん、言わないようにお気をつけください。これ何？止めて見てみるか。え、俺曲流してないよ。なんだよこの音。
これはタイタニック号の煙突とか。どうなる？うわっ！びっくりしたな、今の。放心状態が続きました。そうかな、お化けが出てきたね。これも沈没船の一部みたいな。この前ロブロックスでタイタニックやったんですけど、はい、金曜ロードショーでね、やってて、それでちょっと見つけたんだけど、そういう小ネタがあるんですかね、これにも。あら、まちょっとじゃあもう一回向こう側行って、あれはさっき来た場所かな、どうだろう。いや違うか、これ戻っ、あー、やっぱ方向わかんなくなってるね。ちょっと今の煙突方面にもう一回進んで、向こう側の人がいるところに行きましょう。なんだよこれ、人参にも見えるね。この主人公が小さくなってしまったのかみたいな。はい、さあ先ほどのところに戻ってまいりました。魚が全然いないんだよね、さっきから。じゃあちょっと向こう側行こっか。あ、そろそろ来るか、魚。この船の周りも探索してみよう。待って待って、船ね、今後ろ側にもあるんだけど、ここにもあるわ。どんだけ沈没船あんの。その魔物に襲われたってこと、包み込まれたみたいな感じで書いてあったんで、さっき。なんかここは、あ、ちょっと違いますね、形状が違え。これはなんだ。またじゃあ降り立ってみるか。そして魚もいるね、目の前かな。もうちょっと進んで、目の前だね、いるわ。よし、この辺で。じゃあさ、なんでなるの。もう自分の船にお化けが乗ってるみたいな感じかな。はい、のんきに釣りをしちゃいます。あれ、移動しやがったこの野郎、こっち来てよ。ほら、ダメだ、一回引くか。よし、遠く行ったり近くに来たりするんでね。はい、さあどうだ、食いつけよ。全然食いついてくんね、こいつ。え？めっちゃフリーダムじゃん。かなり自由度の高い魚ですね。早く食べて、これ。美味しいよ。多分。よいしょ。何？え？何この音。魔物かな？え、俺の船も沈没。え、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 ちょっと待って、魚とか言うてる場合じゃない。逃げられたし、クラーケンじゃん。え、これドキス。お前は誰なんだよ。え、すげえ、4匹目釣ってる最中からクラーケン出んだ。クラーケン出たら逃げないといけないってこと。またこれ最初からか。途中でセーブしてほしいな。はい、じゃあちょっとクラーケン出てくるところまでまたやっちゃいますか。ちゃっちゃと釣り始めちゃいましょう。よいしょ、1匹目、1匹目からなんか血まみれだ。なんだこいつ。あれ、これひょっとして。だよね。1になった、よかった。じゃあこのままテンポよく釣っちゃいましょう。オーライオーライ、ここら辺に獲物はおるで。さあちょっと遠目だがチャレンジしたるで。そのチャレンジ精神がこの主人公の生き様や。いっちゃうでー。うー、このまままっすぐ撮ってこっちにお帰り。私は何を言ってるんでしょうね。なんか船長っぽいでしょ。この船の、うわ、なんで釣れた瞬間ピーンってなってんのこの子は。はい、2匹目ですね。お、いた、よし、目の前だよ。さあおとなしくこの釣り竿にかかりなさい、かわいい子ちゃん。よし、オッケー。釣りのやり方が分かればこっちのもんですね。一瞬でできそうだ。
次ですよ。この回は多分まだクラーケン来ないとは思うんですけど、はい。なんでさ、これ魚が自分の目の前に来た時だけ無重力状態になるの？ふわーってなんだよね、一瞬。で、どこに消えてんだ、これは。あー、やっぱり V の付近がやっぱ一番魚がいるんですね。目の前にいたわ。よし。今3匹取ってるんで、この4匹目で先ほどと同じ状態だったらクラーケンが来るんだよね。はい。じゃあこの子を釣ってる最中でも放棄して、舵を取りに行った方が良さそうですね。来るかな？どうでしょう。この辺でね、さっきジャパーンって聞こえたんですよ。あれ、来ないかな？来なさそう。お、粘るね。よし、OK。来たー！最後だけ綺麗。最後というか4匹目だけすごい綺麗なんだけど。はい。4匹、最後の5匹目。あれ、さっき5匹目でなったんだっけ？どっちだろう。まあいいや、ちょっとこの V の目の前をまた散策しましょう。この辺にやっぱ集まるんだね。他はいなかったです。沈没船あたりとかね、全然いなかったんで。ちょっとでも怪奇現象とかね、いろいろ起こって、ちょっとワクワクですね。ゴーって言ってるよ。これもう来たか？ 5 匹目の前に来たか？いやでも、ガシャーンって言ってないんで、多分まだ大丈夫かもしれない。どこ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 。あ、結構離れてるな。よし、OK。さあ、周りをちょっと見渡していないね。よし。クラーケンちゃんはまだいない。じゃあ、魚釣りに没頭しましょう。はい、来い！最後の一匹！モルタで！よし。おっと、危ない。粘るね。遠くに行っちゃったよ。よし、一気に。来た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 。さあ、無重力状態のこの魚フィッシング。はい。5匹。これで？まだ足りない。足りなさそうだね。今日は欲張りじゃん。どうした？出てこないね、クラーケン。なぜ？じゃあまたこの V の方に行って。いやー、怖いね。いつ来るかわかんない恐怖。魚ちゃんは復活してるかな？また着いたよ。いるな、誰か！振り向いたらいるパターンだ、これ。だけど早めに気づいた。お前が鳴らしてたのか、バカ。何それ、もう驚かないわよ。あそこね。はい。よし、OK。クラーケン大丈夫かな。ちょっとどんどんおかしくなってきたね。これ最後クラーケンから逃れられんの？ダメで、ちょっともう話してたら逃がしちゃったよ。またかよ。いないな、今回は。そういうことだったんだね。誰かがかけてたんだ。ちょっと待って、なんか小舟がないか。何あれ。え？やっぱ海の上怖え。ここか。はい。これでもう釣っちゃいましょう。さあ、かかりなさい。あなたが大好きな餌がついてるわよ。ちょっとクラーケンもね、気にしながらなんで、すげえ怖えな。もう一回跳ねたとこに。あそこか。急に移動すんだよね。よし、OK。はい。来たんじゃない？おい。あ、来た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 。逃げろ逃げろ。まずいまずい。クラーケンだよね。ゴロロロロって言ったんで。え、あ、これ港か。え、大丈夫もう。おー、いる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 。ちょ、怖え怖え怖え。これで港に帰ればいいのかな。え、大丈夫。はい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 。着いた着いた着いた。鳥肌がすげえ。
なっている。え、怖かった。すっげー注射。船舶なんて言うんだろう、これ怖いな。でも面白い、なんか未知との怖さというか、なんかユーマ的な感じの怖さ、そういうのありますよね、このゲーム。これでこっちか戻るの。あ、車がある。最初なかったよね。奥さん、待ち上がれお前。ここ見えない壁があるんですよ。実績ロック解除されたね。さっきさ、あの船で立ってた化け物だよね。何だったの今の。あいつなんで運転できんの。自分が乗ってきた車で、あの化け物が、あの船に乗ってた化け物が乗ってっちゃったってこと。幽霊船を見たから、幽霊船というか沈没船からついてきちゃったのかな、あの化け。マジかよ、帰宅は徒歩っていうオチのホラー。そりゃ怖いね。はい、なんかこのゲームね、息子について話すんだよね、前から。はい、今エンドロールが流れておりましたが、さあ、今回、フィッシング、ゴンフィッシング実況プレイしました。この動画、このゲームがちょっとでも不気味だなと思った方、ぜひ高評価をしてってください。はい、クラーケンめっちゃ怖かったですが、皆さんは余裕でしたか？なんかね、結構、海の上っていうのはね、僕、なぜか怖いんですよ。はい。なんか、深いというか、未知なる深さというか、何も見えないじゃん。はい。なんか、そんな恐怖がありました。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。